はい、どうも、コミです。さて、今日もつむぎ組からなんですけども、ちょっと今回はね、僕の練習のね動画も入れながらやっていこうかなというふうに思ってます。で、何をだよっていう話なんですけども、皆さん、突アチャってね、突撃艦スーパーアチャっていう戦術よく使ってらっしゃるんじゃないかと思います。特に僕の動画の視聴者の方はね、これ系の動画の伸びが結構高いので、結構使ってる方が多いんじゃないかなと思うんですけども、今回のね、これは相当僕はビビっちゃったなっていうのがあります。これっすね。ヤッターさんがやっていた、これ。突撃艦どこに落とすと思います？ほんと、びっくら仰天ですよ、本当に。マジかよって思っちゃいました。で、それがね、ここなんですよね。グランドオーデン、トームを当てていきながら、バルーンにもトームかけ、突にもトームかけ、この投石とね、あと一旦アーチャークイーンもストライカー巻き込んで狙っていきますが、突がここ、真上です。ボムタワーの真上、インビジブル、ちょっと間を置いて、レイジ、クローン、さらにインビジブルっていう感じで重ねていくわけなんですけども、ボムタワー爆発しましたよね。だけどスーパーじゃ生き残ってるんですよね。まあそこそこの数がで、きっちりとタウンホールから、なんだモノリスからなぎ倒していってますね。もうタウンホール周りの主力防衛全部潰していってます。これどうですかね。これびっくりしません。ボムタワーの真上に突撃艦落とすのって。で、これ僕的にはやっぱタブーだと思ってたんですよね。まあ、だからこそこれを見た瞬間に、あ、この手あんのっていうふうに思ってました。でね、まあ、こっから先のヒーローパート、ラバルパートも当然うまいんですけど、まあ、当然ながら着目すべきは、最初の突撃艦の部分だと思うんですよね、今回のアタックって。で、理屈上の話をすると、ボムタワーのこの爆破ダメージっていうのは、これね、このボムタワー爆破した後、あとありますよね、爆破した後がね。このダメージっていうのは、550なんですね、ダメージが、ダメージ量が。で、スーパーチャーの HP って600なんですよ。まあ、つまり、まあ、理屈上はスーパーチャーやられないんですけど、とはいえね、爆弾、小爆弾とか1個踏んじゃったら、もうそれで、残りの HP50 っていうのは一気に削り取られちゃうんで、まあ、後に踏もうが、先に踏もうがね、結局踏んじゃったらおしまいなんですね、ボムダウンのダメージと相まって。だけど、基本理屈上生き残るし、スパーチャって、落っこった場所からあんま動かないじゃないですか。動かないので、相手の援軍とかに取られなければね。なので、ボムタワーを壊す瞬間ぐらいにクローンを撃つことによって、なおさらですよ。仮にボムタワーの爆発で、スパーチャがやられちゃっても、1体でもクローンされれば、ポン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 とね、クローンの呪文によって、こう、スパーチャが量産されるので、その効果も使って、今や、ヤッターさん、まあ、ボマッターさんは、この部分にね、スパーチャを増やしていきました。これね、もう一回ちょっとゆっくりで見ましょうか。そこだけね、そこだけゆっくりで見たいと思います。どんな風に言ってるかっていうと、これよね、ちょっとまあ最初加速しますね。突撃艦が出てきたら、はい、ここからゆっくり行きましょう。もうちょっとあれしようかな。ここ、落としますよね。ドンって落として、真上に落とします。で、ここからインビジブルを当てていきますね。突撃艦の落下ダメージで、ボムタワーがダメージ食らってますね。で、ここからスーパーチャーが出てきたところで、デイジ、インビジ、クローン、クローン。で、はい、これで爆発したところにちょっと離れてこうね、スーパーチャーが形成するのが分かりました。で、爆発したマシンのスーパーチャーが映ると、多分ね、体を捨てて見てると思うんですよ。でもね、どっかでやられてるんですかさ、ワンスとかあるのかってないかもしれないな、もしかすると。最終的に残ってるのは、なんか見たら、クローンでスーパーチャーが出てたと思うんですよ。なので、まあまあ、これもしかしたらいるか、あ、いるね、一応赤ゲージいますね。一応だから生き残るんですよ。持ってるんだけど、とはいえ、やっぱりほとんど残ってるのはクローンだから、まあ、こいつらが残りさえすれば、まあ、そこそこの火力をちゃんと出してくれるっていうと、これを使って、最終的にはこの感じのワッチいうことになってる。ということで、ここからはですね、僕が自分のアカウント使って試してみたいと、これ本当にいけんのってところ。ちょっと実験で検証してみたいと思います。これ一旦、僕は、
ではね、まあ、どこでもいいと思います。ボムタワーの上に落とせばいいと思うんで、これ僕のタワーボール14のアカウントを使ってますけど、攻める方ね。あの、中に入ってるスーパーアーチャーは見てもらって分かる通り、この長押しする中見れるんですけど、あれ、あ、見れねえ。ちょっと待って。よいしょ、これでいいかな。はい。レベルマックスのスーパーアーチャーがね、いますし、クローンの呪文っていうのもちゃんと2枚、レベルマックスで持っていってます。このボムタワーの上にね、このボムタワーの上にちょっと落としていこうと思います。これね、ここ、ここに落としていきますね。いくよ。どうしようかな。とはいえ、グランドブレーン、どう使うか。そうは言ってもね。こっから、だから、こんな角度からいきますね。ほい、ほい、ほい。ほい。で、このボムタワーの上を落としていきましょう。まずは、突撃艦を落として、インビジブル。で、入ったところで、こう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 、こんな感じ。ほい、どうだ。はい、増えましたね。ボンで増えた。あ、いやいや、ちょっと爆破食らったけど、どうだ。やっぱ生き残ってるよね。微妙に。あー、投石食らったか。でもまあ、投石食らったけど生き残りますよね。やっぱりこういう風に。そうなんですよね。はい。やっぱり生き残ってくれるんですよ。ちょっともう一回やってみましょうか。別のボムタワーでもいいけど、どうだろう。まあ、同じとこに落とそうかね。もう一回。ちょっともう一回行ってみますね。こちらになります。ほい。二回目ですね。まあちょっと今回は思いっきりバルーン行ってみましょうか。バルーン大体まあ10体ぐらいが限度でしょ、やるってもね。このくらいでバルーン出して、こんな感じでポンと行って、はい、ここね、ここ。まず突撃艦を落とします。で、インビジブル出します。で、2枚目のインビジブルを出すところら辺ぐらいでこんな感じ。ほい、どう？バルーン増えた。違うだろう、バルーンじゃない。でもさ、めっちゃスパージャ増えてますね。ほら、増えていて、まあ、それなりにほら、スパージャの数全然いるんですよ。だから、ボムタワーの上に落としたところで、そんなにスパージャって、全部が全部いなくなっちゃうわけじゃないんですよね。結構な数がほら、いるでしょ。赤ゲージになってるやつもいれば、クローンされてまだ緑ゲージのやつもこういっぱいいるわけです。まだまだね。はい。っていう具合で、結構ゴリッとこうね、削り取って、壊すことができるんですよね。だから、なんかね、今までボムタワーって僕もあったら絶対に突破者落としちゃいけないっていう印象がありましたけど、このアタック、ちょっとまあどうしようかな、最後まで見てほしいんだけど、中に入ってるユニットって全部出しちゃうよ、めんどくさいから。うりゃうりゃ。中に入ってるユニットって今回、スパーチャ3体プラスゴブリンとウォールブレイカーが確か 3-3 だったと思います。で、なんでゴブリンとウォールブレイカーかっていうと、向かう施設が違うんですよね。ゴブリンはまあ金庫とか、まあ、そういうところに向かっていくし、なんだっけ、ウォールブレイカーは壁の方に向かっていくんで、この起こったこのエリアからいろんな方向にユニットがこう散らばっていくっていうのがベストだと思うんですね。そうすることによってこの周辺の罠を全部暴いてしまって、で、結果的には、スパーチャが罠を踏みにくくなるということが、できるようになると思うので、はい、そういう風な援護を入れてますけども、ってことをして罠を潰しておきさえすれば、ボムタワーの攻撃だけだったらまずやられないし、でインビジブルをちゃんと切らさずにかければね、赤ゲージの、スーパーチャーがちゃんとクローンによって、仲間アーチャーをこう増やしてくれて、で増えさえすればそのクローンアーチャーをしっかりインビジブルで守るっていうところ、ここをキープすることによってずっとね、そのスパーチャの数を落とすことなくどん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 攻めていけるので、だからボムタワーがあるところに突撃艦を落としたい、もうそこが急所なんだよっていう場合であれば、思い切って突撃艦スパーチャーをぶち込んでしまってもいいっていう話なんですよね。はい、今見てもらってるこれね、これが今中入ってる援軍です。タンホール15で使う場合っていうのは、これプラス、5枠分、援軍持っていけるので、まあまあ、スーパーウォールブレイカーとね、これを、まあ、2-1 ぐらいでこう増やすとか、まあ、すればいいんじゃないかと思います。まあ、少しね、インビジブルのタイミングとかが変わってきますけど、クローンのタイミングとかがね。まあでも、それぐらいの数を増やしておけば、より安心だし、なんならバーバリアン入れてね、よりこう、広がる範囲をばらけさせるっていうのもね、向かう先をばらけさせるっていうか、もうありだと思うふうに思います。ということでね、ちょっと僕はだいぶ今回の、やった後のアタックっていうのは、衝撃でしたね。まさかね、まさか、ボムタワーの真上に突アチャっていうのは、もう僕の中で選択肢としても全くなかったんで、それが、ガチ戦で、ガチのこうミックスの世界大会の中で、通用する戦術だっていうところが、まず、一つ衝撃的だったし、で、まあ、理屈を考えても、ボムタワーの攻撃でスパーチャやられないので、
罠の解除さえしっかりできて、かつ保険でね、ボムタワーで、落とした時の中に入っているスパーちゃんがやられる瞬間ぐらいにクローンできるタイミングがちゃんとつかめれば、保険としてもね、ちゃんと、スパーちゃんが、すからないような、形を作ることができると思うんで、この辺ね、とても参考になりましたので、ぜひ皆さんも、真似をしてやってみてもらえたというふうに思います。結構、これを身につけてしまえば、攻められる村が増えるんじゃないかと思います。ただ、一個注意。今回の、ヤッタさんのアタック、ボバッターさんかな、のアタックっていうのは、2回攻めれる。いわゆるその、リーグ戦とか 5V みたいな場面でもなかったんですね。こういう1回こっきりしか攻めれない場合っていうのは、うっかりなんかのミスだったり、事故で、スパーチがみんなね、ボムタワーとともに消えちゃったら、もうそれで、アタック終了っていう風になっちゃうので、そこのリスクには十分注意しながら使ってみてもらえたらという風に思います。ということで、ね、今日はボムタワーの真上に落とす突撃機関スパーチャありなのなしなのっていうところを、見ていきました。ありですね、はい、絶対にありだと思います。ただまあリスクは高いんで、そこの注意だけをしながら使っていきましょうということでね、参考になったと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。ではまた今日も最後まで動画ご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。